ぜ柿の種と梅酢がこんなに合うのか、私大発見してしまったんです。まず柿と梅、なんとどちらも2文字、イモジなんです。そして次に漢字にすると、なんとどちらも奇変、奇変なんです。ほんと大発見。え、頑張れもっと、えいえいおー、亀田の柿の種梅しそ。こちら化粧屋の商品担当の田野さんです。田野さんに質問です。ちゃんと化粧にかけて作りましたか？はい。だそうです。頑張れもっと、えいえいおー。手塩屋、皆さんもよくありますよね。朝起きて窓のカーテンを開けた時、ああ今日は玉ねぎ日和だなって日、よくありますよね。ああ玉ねぎ日和だなって日。ん？頑張れもっと、えいえいおー。玉ねぎ日和。お醤油めっちゃ染みてるわ。あかん、美味しすぎて素が出てもうた。頑張れもっと、えいえいおー。技のこだわり。モットーの新人柿種カフェは、ちょっとおしゃれなチョコレートの柿の種。君はブラウンでコーディネート、こっちはピンク。え2人ってもしかして。頑張れもっと、えいえいおー。柿種カフェ。